こんちゃーす。ポチッ。お決まる。こんちゃーす。来た、ありがとうございます。黒ベレー帽です。髪がボサボサすぎて。こんちくわーん。えいしょっと。メールの電子書籍、おーよかった、イエーイ。こんにちは、毎度毎度。今日はあれ今日はデデン、題してアリンコカーニバル2018。イエーイ。今日はちょっと、そう、今日は歌いたくなったので、オーマイガー、コアラがどでかコアラが持ってきました。手がぶれてる時の顔がやばい、最悪だ。今日さやねの卒業会、そうですね。そう、今日は歌いたくなったのでカラオケをしたいと思います。それで題してアリンコカーニバルにしました。アリンコカーニバル2018、イエーイ。イエーイ。何しようかな。今日はブロックです。今日はブロックです。こんにちは。お、ひとりごとさん、花束ありがとうございます。11月に入って初めて、お、ありがとうございます。NMB リクエストします、お願いします。まずは、そうですね、まずはあれかな、陸上公園のポポポポポン。オープニング曲は陸上公園から始めようかなと。陸上公園の最初のなんだ、最初の、あ、そうか、でも暗闇からか、陸上公園。暗闇は早いよね、一番に歌ったら早いよな。そうだな、どうしよっかな。最初何がいいかな。カラオケです。あ、カズリン来ました、いらっしゃい、盛り上げていきましょう。イエーイ。パンパカパカパ。まず音量を上げないと。あー、オッケー。まず NMB の曲やな、そりゃな。さっきもうね、そう、歌う、配信する前に歌ったので、予約した曲の中から探していきます。そう、カラオケから始めます。どうしよっかな。ダダ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 。一番最後に歌ってた曲にしよう。いきまーす。カラオケ配信です。一曲目はこちらです。どどん。どこか
アボカドじゃねえし、アボカドだし。アボカドじゃねえし、アボカド大使でした。アリさんの好きな曲。よいしょっと。あ、間違えた。開けまる。どーん。うん、次何にする？じゃあもうどんどん行きます。お家にそう、Wii U のカラオケで。Wii U のカラオケがありまして、次アリオシオデイシー、それを見る N E W O N E W おにゅはいはいもうちょっと音量上げますね。オッケー、おにゅー。私の胸のその片隅に大きくなったジェラシーは醜くて、口から吐き出してしまおうと、初めての喧嘩、冷戦はウィーク。私悩む、仲直りってどうすればいいの？きっかけがわからない、ごめんね。2曲目はおにゅうの上履き、おにゅうおにゅうかわいい曲続くだそうですね。次何にするかな。いい感じ。お、でもこのマイクがちょっと遅くてですね、2秒ぐらい差があるね。じゃあどうしよっかな。こんにちは。何の曲いっとく？じゃあかっこいい歌いっとこう。
次はこちらです。どうぞ。長いですな。あ、こんなに苦しい思い、生まれてから初めてだ。愛が静かに狂わせる。ちょ、マイクが遅いな。月が見えなくなった。どれだけ待てば暗闇の中に光り差すのだろう。想像上のジェラシーの鳥羽を広げながら、その真実疑うように重たくのしかかって、あの夢にうなされてしまう。
もう一曲かっこいい歌を、あ、間違えた、少々お待ちください。少々待ってください。どんどんちょっと言えたくね、イントロの間にできるかな。キャー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 、振り向く泣きの夜いつだって険しい、誰も諦めたくなるだろう、それでも選んだ未来なら、そうし抜きてゆくしかない。叩きのめされてもまた立ち上がれ、夢に手を伸ばすんだ、そう命が続く限り、やられても前に向け、間違えた、踏ん張って耐えるんだ、ドンステップバック戦えよ、全力で勝ちに行け、辛けりゃ歯を食いしばれ、フリーイーアウト、揺らぐだろうな。英語難しい、よいたてだろうな。英語難しいな。次はこの曲です。 Don't Look Back でした。 You だって言ったの。英語がわからん。ダンスむずいやつです。マイク、マイク切りました。聞こえますか。メイクがクリア。曲でした。どっちどっち
ちどっちが好きなの Which one do you... あれ次の曲入れてなかったっけあれれれれよし。
私はっきりしてよ。以上、ピンクの方がやりたいね。ピンクの方、私バチバチ。じゃあ次はこちら。ピッ、一人一人。さんの見た、ありがとうございます。ハートドック宣言ジッパー、そしてこちら。歌えるかな。よかったですか？
この独占権、ジッパー、ワルキーの 3曲は、まあ、一度はやってみたい曲ですね一度はやってみたい曲でございます。イエーイ、アリキーサイのサイアンドコーサイアンドコー、イエーイ、ママスイ、ママスイです。あ、卒業公演前の前座です、前座です。5時からですよね、5時からケニー衣装着てみたい、割るね割るね。レインボーローズで難しいよね、あれ難しい、エネルギーそれな。お、ジェオタさん、だるま、ありがとうございます。だるま。どうも。じゃあ、曲いっちゃいますか？いいっしょと。お、デブニャン、小判、ありがとうございます。次、何歌うかな？14歳です、しらすさん、ルームフォローよろしくお願いします。 NMB もたっぷらツイートお願いします。ワルキー、ワルキーもう一回歌いたいね、また後でやろうっとお、バンジャラモンスターさん、だるま、ありがとうございます。だるま、ハートもありがとうございます。どうしよっかな、予約した曲の中からいいと思う次何がいいっすか、お、じゃあちょっとリクエストできてたこれをいきます、1回だけどだけどね、盛り上がる曲いっちゃいます。レッツゴー、はい、気になってたんだ、かすかな風の噂、君が付き合ってた彼氏、会いたくなんてないけど、そこのカフェテリアで偶然遭遇してしまった、いたずらっぽいウィンクしながら顎の先で合図した、 Look up、 あれが北川源氏だ、君はそっとつぶやいて僕の反応楽しんでる、 Look up、 まさに北川源氏だ、僕はちょっとイラついて今の君を一度抱きしめる、最後間違えてた僕の反応楽しんでる、 Look up、 あれが北川健一だ、めっちゃ好き最後どうだったっけ、リズム忘れちゃった、ちょっといいらなんだっけじゃあ、あ、じゃあこれにしよう、最近覚えた曲です、覚えてるかな最近覚えた曲どうぞ
おハートがありがとうございます。覚えたて覚えたてです。もっと高くいつの日か届くよ。夢は高い木の実。オーイエーイ。届かなそうで届くもの。部活は辛いよ。練習きついし、どうしてこの部を選んでしまったのか。遊びに行きたい、おしゃれもしたいし、すべてを犠牲に何を目指してる。誰も知らないあの場所、秘密の木がある。高い枝には美味しい果実が揺れる。背伸び背伸びしようぜ、かかとかかと上げろよ。がむしゃらになるんだ、何かできるよ。背伸び背伸びしようぜ、かかとその手もっと長く、いつの日か届くよ。夢は高い木の実。イエーイ。届かなそうで届くものでした。この曲はですね、まず曲名からいいなって思って、届かなそうで届くものっていう曲名からいいなって思って、で曲を聴いてみるとですね、背伸び背伸びしようぜ、かかとかかとあげろよっていうね歌詞がいいなって思ってね。そういいよね、この歌詞がなんか今の自分に合ってるなと思いました。良きタイトル、届かなそうで届くものでした。背伸びっくや。背伸び背伸びしようぜ、どうしよっかな。じゃあこちらどうぞ。最近の思い出の曲です。最近の思い出の曲です。どうぞ。高い木の実。オーイエーイ。このダンスよね。ドゥルドゥルちゃん。僕はいない、夏の砂浜、君は誰と海を見るの。あ、ちょっと待ってください。もう一回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 、ちょっと歌い出し大事よね。ちょっと待ってください。やり直し。僕はいない、夏の砂浜、君は誰と海を見るの。ミルキー。気圧が下がるとすぐにわかるんだ、なぜか切ない。いくつの台風が通り過ぎたなら、君への想いは消えるのだろう。僕はいない、君の近くに、叫ぶように波が打ち寄せる。熱い太陽は誰に照りつける。歌詞ボードのテントの前、
の曲は思い出ですね。最近の理由並べても答えにならない、恋は終わった、遊泳禁止の赤い旗のように振り向くことさえ自制してる、僕はいない、全て幻、去年よりも寒い夏だし、青い海は今も変わらずに、はしゃぎすぎた愛の日々をキラキラ映してる。次です、次次次だよ。どこで夏を過ごすだろう、あの日買った T シャツ、違うビーチで同じ海を見てるかもしれない、僕はいない、君の近くに、いつもならばキスをしてたのに、君はいない、全て幻、夢の終わり聞かせている、恋は儚くて寄せて返す波、君と僕の水平線、夕日がたまり込む。僕はいないでした。これあれだよねあの日買った T シャツのところのさやみるきーさんのところが感動的な曲でしたこれは思い忘れませんよねイエーイ。あーもうちょっと覚えますね。2番が怪しかったちょっとね、1番しか聞かんもんね。ちょっとね、次どうしよっかな。めっちゃ手アンパンマンみたいでほっぺが赤くなってます。次何歌おっかな。あ、じゃあ昨日のアリサは見れてないですけど、感動的な公演のこの曲どうぞどうぞこの曲どうぞ。思い出の深い曲ですね、さやねえさんのここがコッペがめっちゃ赤い。ちょっとあげよう。すべてがうまくいかずに空回りしてた頃、自分が生きてる意味まで疑い始めたんだ。信じられるものなんてこの世には見つからないって、夜明け前の街さまよっていた。ここにだって天使はいる、誰かに言われても周りには気配さえもなかった。感じたのは孤独だけさ、動き出した始発、太陽は輝きながら昇って、僕の夢
見たかったです。ここにだって天使が、天使はいるでした。ここにだって天使はいる。良き良き曲です。良き曲だね。次どうしようかな、次どうしようかな。ちょっと待ってね。あれ、タッチペン行方不明。まさかの。なんかありますかね。ワイトクでしたか。あー、最後が坂道登る子だね。このやつはね、覚えてない。ここで見た。Thank you.
最後のここの決めポーズ大事です。テテンさや姉さんの最後のピースは忘れられませんね。じゃじゃん MV のやつね、決まったリスターのとかがねちゃんと決めないと。次どうします？そう NMB の曲の人気順、人気順に並べるっていうのをしたら1位にありました。びっくり。そう1番に僕だって泣いちゃうよが出てきてびっくりしてすぐ入れちゃいました。すごくない？そうびっくりしました。歌声にある時あった、ありがとうございます。あ、お前が、あ、そうだね、星空のキャラバン、これ一個ちょっと盛り上がる曲を見つけたよ。今2曲入れて、そうだな、あーいいね、あ歌えるか分からんけど3曲用いります。なんでしょう、これでした。一番可愛いガール、略してなぎゆき。なぎさで一番可愛いガール、シャークネイズの砂浜、寝そべった水着ショー、海のその青さ、空まで染みる散らばったジュエルがキラキラと輝いて、目移りするなら盗んじゃえ、そばに過ぎて慣れてしまった、大事なものがここにあるよ、きっと思い出せ。泣きさで一番可愛いだ、あなたはどの子を指さすの、泣きいちはっきりしようじゃないか、コツの恋は誰と誰とする。なぎいちでした。盛り上がる曲、なぎさで一番可愛いガール、略してなぎいちの、なぎささんの煽りが一番可愛いやつでした。イエイ。さささ最高。あ、ささささ最高、いいですね。次はこの曲。取られて拡散中、近くにこの世は住みにくい、はっはっ、フェイクなニュースを真に受けて、犯人探しか魔女狩りか、噂が本当でも偽りでもこの際どうでもいいじゃねえか、大切なことは目立たない、心がけ、目の前の問題知らない、見てない存在、決して責任転嫁、波風立てなきゃハッピー、笑え、笑った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 ピーポー、どこの誰か名前隠して騒げ、笑った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 ピーポー、人
笑ってるやんか。笑った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 ピーポー。草林次だ。面白すぎる。次はこちらです。あ、僕らのユリイカはあれだ、 A メロがわかんない。僕らのユリイカ発見したんだ、このまま初めての感情、間違った。じゃあ次はあれ歌おう。ちょっと NMB さんいっぱい歌ってるので、曲を聴いてください。これもあの早口な曲でですね、ちょっと聴いてください。ミュージックスタート。気持ちは飛び込み現金、どうでもいい話をして未練たっぷりさよなら。次に会った時には好きすぎて目を合わせることもできなかった。ぎこちない、しょうもない、ありえない。恋をすると誰もがいつの間にかそれ以前と人が変わるもんだよ、まるで別人のように。心に捨てて心から
不死身ともたってホーリーラブだけど瞳は一方通行相変わらず上がりっぱなしあっという間にバイバイ何度会ったところで過ぎ過ぎて個人的な話できなかった可能性将来性協調性恋と愛は秒でした。HKT48 さんのロマンティック秒、これはね、あの面白い曲やけね、練習した。あのフィケメンめぐりライフォンリラックだけど飛び込み元気なんでどうみたいな。ふわりふわり浮き上がり。次何歌います？あ、さっきあったやつ。あれ？さささ最高ないらしいです。どうしようかな。ST の歌もそうだね。ちょっとなんかねこの曲でもこの中にねなかった。しかないんです ST の曲は。じゃあペダルからいきますね。ペダルはちょっと低いので最初はまあ耳塞いだって話題じゃなくてペダルはちょっと低くって最初が一体誰のために走り続けているのか。スタート。片思いの入り口がないんですよ。一体誰のために走り続けてるのかふと疑問に思って立ち止まりたくなってしまう。こんな辛い思いしてどこへ向かっているのかわからなくなる。平坦で楽な道とかあるだろう。そんな時には風を味方にして背中を押してよ。ペダル漕いで回った車輪の分だけ夢に近づけばいい。呼吸は乱れて汗が溢れ出す。急な坂道は続いてる。もっともっと先へ。
捨てるゴールはいくつの谷と山を越えればいいのだろう。ペダル止めて休んだ車輪の分だけチャンスとかかるもの。太陽は沈み星が輝いて明日のその道を照らすよ。次はですね、サビがめちゃくちゃ高くてそれ以外のところがちょっとめちゃくちゃ低いのでそうサビしか得意じゃないんですけどすいません。じゃあ7の曲3連チャンでいきたいと思います。3曲しかないのですいません。やっと知ってる曲よかったよかった。瀬戸内の声が入ってないんですよね。なんでやろ。君と知り合ってどれくらいだろう。いつが初めてか覚えていない。昔から聞いていたような言葉の懐かしさを僕は感じていた。ざっとのその中で見失う花が人の群れは、あの日見てた夢を捨てて、どこへ急ぐのかな。思い出せてよかった。僕がこの街を目指したわけ。もしも君
上 ST48 で思い出してよかったでした。続いては最後の曲、 ST の最後の曲ですね。最後はもちろんこの曲です。どうぞ。パチ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 、イエーイ。それでは次が最後の曲になります。みたいな。要は水平線の彼方を目指して、ある描きただらかする夕暮れに、何かをやり残してるような悔いはないのか、僕はまだ帰りたくない。やりたいことやりたくないことやらされながら、理想と現実がごっちゃになっている日々、あの空とこの海がほら分かれているように、交わらないものがあるってことをさ。都会で暮らす友は窓しか見ていないらしい。やるせない孤独の時、泣き言を誰に言えばいい。夜夜枠を詩人にするな、綺麗事では終わりたくない。生きることに傷つき、うろたえてうざまでいたい。次の朝がやってくるまでに、今持ってるものは捨てよう。丸裸になって気づくだろう、暗闇のその中で。目を凝らしてみれば何かが見える。自分が輝いているその位置と、宇宙の果てで誰かに見られてる自意識、どこかで消えていった光を知っているのか。僕は始まってもいない。欲しいものもいらないものも見境つかなくて、手を伸ばしてしまう若さはいつも強欲だ。大人とはその分別があることというなら、永遠ふるさと捨てて僕は絶対暮らせないだろう。水平線見えなければ今いる場所がわからない。夜よ僕に歌わせるなよ、想像だけど愛の世界は都合のいい思いやりばかりで説得力がない。するな、綺麗事で
はけてアンコールアンコールアンコール、イエーイ、アンコール出てきました早いアンコールブヘイ、イエーイ、アルコールウケる、アンコール出てきました。アンコール何します？ナイス役に早いやろアンコール、そうだな、ちょっと待ってね、アリサので音楽アプリに入ってるやつからちょっと選ぶね。ちょっともう頭で出てこなくなっちゃった何が歌いたいか、から選びます夢力ないんだよね、夢力。そうだな、あ、歌ってないお箱があったアリサが歌いたいって言ってたお箱が、あ、センチメントドリーム歌わなきゃあるよ。その前に、あ、やっぱこれは後にしようこれはちょっと後にするね。あー、とっとこらしょ、いろいろありましたお箱も忘れてたし、びっくりした。まず、あー、どうしようかなめっちゃ悩む。じゃあいろいろ入れていくね。これはめちゃくちゃ可愛い。クインテッド公演でやっててね、練習した私はあなたの彼女になれますか、ずうずうしい。あ、じゃあ次はこの曲ですアリサもチャリティーコンサートでやりたかった曲ですThank you.
始めた細い雨が銀色の盆栽を下ろすように幕を閉じた。それが私の初恋、待ち伏せした二つ目の路地、声もかけられないまま下を向いたら紫陽花も泣いていた。こんなに会いたくてもこんなに好きでも目の前を通り過ぎてく。それでもこうしてあなたを見ているこの場所から、こんなに会いたくてもこんなに好きでも振り向いてさえもくれない。傘さしてるのに頬が濡れるのはどうにもできない。一人きりで歩き出した切なさが残る道、心の中迷い込んだ誰も知らない愛しさ。雨が好きなこの紫陽花は晴れた日には目を閉じて遠い雨雲を持てるのでしょうか。どんなに悲しくてもどんなにダメでも女の子のままいさせて、あなたと出会えた記憶の足跡は忘れないわ。どんなに悲しくてもどんなにダメでもいつの日か思い出すでしょ。私の願いが叶わなくたって輝き続ける。これは息が続かなくなるやつです途中で。こんなに会いたくてもこんなに好きでも目の前を通り過ぎてく。それでもこうしてあなたを見ているこの場所から、こんなに会いたくてもこんなに好きでも振り向いてさえもくれない。傘さしてるのに頬が濡れるのはどうにもできない。でもでもの涙、以上ありがとうございました。でもでもの涙でした。そこでね、一人で全部歌ってたらね息ができないイエイ。じゃあまたしっとりの曲歌ったので、次は可愛い曲を歌います。じゃあ次はマリナと一緒にいつか歌いたい曲です。どうぞ。マリナと一緒に歌いたい曲です。窒息するよね。でもでも本当に息ブレスするとこがないよね。怖い。何でしょうか。
ナって言うんだよ。アメリカの大統領の名前も知ってるし、さすがって感じとか年金問題も気になるし、イエーイ。ホラー映画で泣いたり、お寿司のわさび抜きはベイビー、食べれる人って大人だよね。あれ？続きが出てこない。なんで？大人だよねみたいな。これが一番声に合ってる。自分的にこれが一番声に合ってるんだ。次どうしよっかな。じゃあ隣のバナナ来たから、これいっちゃおっかな。隣のバナナ来たから次はこちらです。どうぞ。なんでしょう。全体的に合ってる。よかった。なんでしょう。懐かしい。こっちへおいでベイベイ、あなた来やすく呼ぶけど、近くへおいでベイベイ、子供扱いしないで、ハートのボール転がせばゴロニャンすると思ってるの。
めないでほしいのね。てかさ、私たちももう若くないし、そういうの疲れるんだよ。だからやめといた方がいいよ。私たちを好きになると、せーの、やけどするよ。懐かしい。でした。ナマイキーリーブス、また復活したいね。ちょうど1年前ぐらい、ちょうど1年前の陸上公園の広島でブルーライブの時にサッシーさんと一緒に出た公演でやったロンちゃんとのユニット曲でした。イエーイ、懐かしい。次の何しようかな。じゃあさっきなんかコメントで見えた曲を歌えるか分からないけど。神とプライドが歌いたいんですけど、まさかのないかも。狼とプラ、狼とプライドがないっすね。残った。じゃあ最終手段で開けられたら試合終了ですよね。ちょっと待ってください。まずここを切って、ででーん。秘密兵器のイヤホンにつないで、こっちで曲を聴きながらアカペラで歌いたいと思います。イエーイ。よし、じゃあここの狼とプライドですよね。狼とプライド、どこだ、ありました。まさかの。風に膨らむ真っ白なスカート、誰かを好きすぎるせいかしら、名前呼んでも知らんぷりするの、ハートのダーツ外したみたいに、子供扱いしないでほしい、私これでもレディーなの。本気なのにあなたがじれたい、お行儀良すぎるわ、私の狼さんはなぜか臆病ね。
ぎるわ。羊を前にしても襲わない、キスくらいしてくれなきゃ私にだってプライドがあるわ。以上アカペラの狼とプライドでした。いいよね、キスくらいしてくれなきゃ。ここがインパクトじゃなくて印象的や印象的。次何がいいっすか。今何時だ。もう2時42分3時半ぐらいまでやりたいめちゃくちゃやる。よき、あ、上手でしたか。ちょっとこっちでさ、音源聞いとるけ全然聞こえんかった自分の声が震えてた。じゃあ次は、そうだな、そうだな、そうだな、あ、じゃあやってね、やってね、ちょっと待ってね。ふんふんふん、どうしよっかな。じゃあスタジオ公演でやるかもしれないアリサの好きなダンス曲を2曲いこうかな。あるかな、なくてもアカペラという技があるあ、言っちゃったフ2曲いくね。音が聞こえない危ない危ない。塊になってくっついて行こう、ぶつかり合ってみんなして踊れ、思いは一つ願うことは同じだ、触れ合って感じればいい、僕たちの蜂の巣ダンス。はい、難しいことなんかこの際考えるな、もっと楽に適当にやるっきゃない、ふざけて笑ってなんでもありなんだハッピータイム。どうせここにいるのは気の合う連中ばかりだ、バカでお人よしで落ちこぼれたち、腕組んで大声で友情を確かめよう、いいことも悪いこともいつだって一緒に分かち合おう、幸せもイエイイエイ、幸せもウォウォウ、どうにかこうにか乗り越えて、塊になって重なって騒げ、バラバラでも OK、 めちゃくちゃに踊れ、蜂が飛ぶように入り乱れるように、見てくれは関係ない、塊になってくっついて行こう、ぶつかり合ってみんなして踊れ、思いは一つ願うことは同じだ、触れ合って感じ合おうぜ、僕たちの蜂の巣だ。これも難しい、早口だけどいい曲よね、かわいい。ハッチのスダンスでした塊になってくっついて行こう、ぶつかり合ってみんなして踊れ、そう、横山由依さんかっこいいダンス曲でした。続いてもこちらこちらです。この曲も難しい、いけるかな。チェック、キュ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 ートな彼女、ダダダダダダイナマイトなボディ、セクシーセクシー誰だ、ノノ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 
ピリタンチログだって男はわかりやすいよ。綺麗な女には目がない、恋する狼たちよ。牙を隠すな、もっとフラフィーキよ、もっと自分の欲を晒すんだ。何を怯えてる、失うものはないこの地球上に。荒野に解き放って愛と本能、手足を縛るな、野蛮な求愛は止められない、口説かせてくれ。はい、終了。全然かっこよくなかった。口説かせてくれっていうさ、姉さんのこれも難しい。もうキュッ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 そうだな、次は、でも結構歌ったな、結構歌ったよ。次何がいいですか。あ、キャンディー、いいじゃん。キャンディー歌ってなかった。めっちゃあるんだけど、キャンディー。キャンディーって AKB さんの曲でしたっけ。キャンディー AKB さんか。キリキリとのキャンディー、ありましたキャンディーいきます。キャンディーキャンディーはちょっと違うねそばかすなんてだふん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 。結構 めちゃくちゃ歌ったな。これはあかりんさんの MV が大好きです。キャンディひとつさ口に入れて、舌のその上で転がすのよ。甘くてちょっと酸っぱい、元気ランララララランラン、ランララララランラン、ランララララランラン。ご自身芝居くでちょっとその辺まで、土曜日の昼下がり日差しがうらら、かわいいキャンディ久々に聞いた。おお、昔の歌です
次ね、めちゃくちゃ歌いたい曲があるんだけどね、ないんですよカラオケに。ちょっと待ってね、やっぱりやっぱりないんですよ。ということで、歌っていいのか、歌っていいかということで NMB さんの曲に戻って、ちょっとないので、またアカペラでこの曲を聴いてください。あれ、リモコンが動かない、動け。はい、それではアリサが好きなこの曲を聴いてください。信号待ってた、横断歩道異性に歩き始めて、人並みの花が咲いた。恋なんて考えたって展開は変わらないのに、シンキングタイム、あなたを誰よりも一番大好きなこと、答えなんてもう最初から決まってはいるのに、シンキングからないでした。知ってますかね、これは吉田あかりさんのソロ曲シンキングタイムでした。イエーイ。この曲はですね、めちゃくちゃもうシンキングタイムっていう曲なんですけど、めちゃくちゃ歌詞が可愛くてすぐ覚えました。初めて聞いた、そう、吉田あかりさんの初めてのソロ曲のシンキングタイムでした。これはですね、めちゃくちゃ聴いてますこの曲は最高です。イエーイ。じゃあもうあれかな、もう一回歌いたいって思った曲を歌っていこうかな。もう結構歌ったので、もう一回時間があったら歌いたいって言ってた曲を歌いたいなと思いますね。結構もう歌ったよね。うん、結構歌いました生誕祭行った、ありがとうございます、ありがとう。おー、ゴリポン、モンブランありがとう。じゃあもう一回歌いたいって言った曲を歌いますね。全部歌っちゃったよじゃんじゃんじゃん、予約した曲から、どうしようと、ほらなんでしょう。あーっと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 、また音量上げないと危ない危ない。 OK、 どんな感じなのか、興味があるのよ男の
1万人超えてる、ありがとうございます。イエーイイエーイ。続いてこちらです。シリアルをお皿にぶちまけ、遅れちゃいそうで叫んでる。半分着替えたワンピース、慌ただしいもに僕の名を何度も呼んで、ミルクはどこで聞くけれど、冷蔵庫以外にしまってある。ミルクなんて鍵ってなるの、ソファーのあたりで
になったらやりたいです。大人になったらでいいので。花束ありがとうございます。鏡のミラーに映ってる。イエーイ。続けてどうぞ。続いてどうぞ。もう一曲。早く来い。O N E W O N E W おにゅー。はいはいはい。私の胸のその片隅に大きくなったジェラシーは醜くて口から吐き出してしまおうとあなたにぶつけてしまった初めての喧嘩冷戦のワンウィーク私ピンクをやっててめちゃくちゃ可愛かったです。あ、この曲は今の私でもできる。よっしゃ。おにゅー、おにゅーのファンバキ買ってきたのよ。じゃあそろそろ終盤に行きたいと思います。終盤は終盤に歌いたい曲を
3曲ぐらいちょっとあるので、ちょっと待ってください。嘘やん、また曲がない。あ、センチメンタルトレー立てなかった、それから行こうすいません。タルトイ、うん、それから行きます。アンコール長すぎるな。それな、それではセンチメンタルトレイどうぞ。歌えるかな。ちょっと電源入れてみるね。あーあますね。よいしょっと。あまりなしまった。面白い。じゃあ曲がなかったんで、ちょっとまたアカペラバージョンでいきたいと思います。ちょっと待ってね。でも少々時間がかかります。きれいさっぱり捨てちゃおう。 O N E W O N E W おにゅー良い曲。あったありました。たんたんたんタタ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 タ、わかりましたか？タン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 、ちょっと悲しいことがあったら瞳を閉じよう、まぶたの膜スルスル上がり、ショーが始まるよ。どこか知らない世界の不思議なステージ、
広い夜空で一番光るあなたがヒロインよ。夢はいつでもキラキラと心の中で輝くよ。外その手で捕まえて見てごらん。三日月の背中を滑り砂流星のボードに乗って、星たちの海越えて、ほらね、なんだってできるよ。三日月の背中を滑りさあ銀河まで一気に行こう。クソのあたり次の1ページ開こう。これはフルでいきたいと思います。大好きな曲です。ちょっと元気になったら瞳を閉じよう。さっきまでとは景色も変わって楽しくなったでしょう。辛い時には必ず涙が出るのは、いろいろなこと考えすぎて目隠ししてるだけ。おしゃれな服に着替えたり、ツインテールにしてみたり、ジュエリーつけたり、やってみれば大丈夫。太陽のマントを羽織り、そう落ち込んだ気持ちを捨てて、暗闇を横切って遠い未来の場所探そう。太陽のマントを羽織り、みんな頑張って願いを込めて、女の子は誰でもそんな魔法を使えるよ。神です、神曲です、こちら。三日月の背中を滑りさあ流星のボードに乗って、星たちの海越えて、ほらね、なんだってできるよ。三日月の背中を滑りさあ銀河まで一気に行こう。クソの物語次の1ページ開こう。イエーイ、以上。以上 NMB48 1期生さん初めての曲で、さよ姉さんの卒業コンサートの時に1期生さんが集まった曲ですね。三日月の背中、これは神曲すぎてお箱でございます。アリサのお箱はこれです。これでした。イエーイイエ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 イ。三日月の背中を滑りさあ流星のボードに乗って、星たちの海越えて、ほらね、なんだってできるよ。神曲にカラオケにはない。それな。それではもう一曲いいでしょうか。もう一曲いいでしょうか。しっかりせえ。よし、じゃあちょっといきますね。よいしょ。握手券追加しました。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと歌えるかわからないですけど、昨日ね、あ、これはちょっと歌いたいって思ってめっちゃ練習した曲です。レッツゴー。そう、よし、卒業公演が今日ということで今日歌いたいと思ったこの曲です。
どうぞ。そう、リハーサルズ昨日やったのね。練習したんだ。これは今日歌ってほしいです。歌ってくれるかな。
これは泣けちゃうね。これはあれです、本当にいい曲ですね。歌詞が共感できますよね歌詞が共感できすぎて泣けます。この曲はパチ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 。それではもうあと2曲で最後にしたいと思います。あと7分ちょうどいい時間になったな。これはこれを最後に持ってきたかったんですけど、どうでしたか？でまだ終わってないですあと2曲、あと2曲いいですか？ありました2曲、あと2曲いいですかね。ちょっとこの曲は低いのでキーを上げます。キーを 2個かな、3個、ちょっと待ってください。キーを上げて歌わせていただきます。3つ上げ
これはアリサが一番好きな一番好きな曲が何個あるんや。一番好きなさや姉さんの一息つきながらという曲でした。この曲はですね、あの24時間テレビのランナーだったあのみやぞんさんの、みやぞんさんがあの走った後にゴールした後にあの一番好きな曲でこの曲を言って、そう、それでさや姉さんが握手会終わりにね出てきて、握手会終わりのさや姉さんが出てきて、そう、ギターでアカペラで歌ってたのを聞いて好きになった曲です。一息つきながら、これはですねプレゼントで CD をいただいて、そう、移動中、車の移動中ずっと聴いてます。最高な曲です。であと2曲やってたんだけど、もう1曲ちょっと追加もう1曲追加しますね。ちょっともう1曲歌いたい曲がありました。すみません。じゃあ次この曲どうぞ。何でしょう。ラストオーダー、すいません、あと2曲で終わりますね。すいません。スタート。尺押してる、すいません。これはですね AKB48 人気曲ランキング1位です。すごくない？
これは1位です。そしてじゃあ最後の曲、最後の曲いきたいと思います。もう3時半過ぎちゃいましたまあいっか。最後はしっとり系をめちゃくちゃ歌ってしまったので、最後はもちろんこの曲です。さよ姉さんだったら最後は必ずこの曲だと思いました。レッツゴー。ちょっと待ってくださいちょっと待ってください。あった、レッツゴー。
これはもう MV を何百万回も見たので大好きな曲でした。イエーイ。それでは以上です。やっと歌い切りました。それでは本日はアリンコカーニバル2018アリサのカラオケ配信にご来場いただき誠にありがとうございました。本当にすごくアンコールが長いことになってしまいましたが、すごく楽しかったです。すごく達成感に満ち溢れておりました。本当にありがとうございました。イエーイ。あの動画握手今度のノーウェイマンは、はい、あの月曜日の1時まで再販してるんですけど、あのツーショットとツーショットとワンショット動画&撮影会があってですね、はい、動画を撮れる握手会があって、そこでもリクエストがあったら歌いたいと思いますので、皆さんよかったら遊びに来てください。握手会によろしくお願いします。よろしくお願いします。アンコールギネス記録やった。ありゃまあ。それでは NMB さんがいっぱいでしたが、そしてさよ姉さんの曲を最後に歌って皆さんを泣かせてしまいました。イエーイ。それでは握手会来てください。よろしくお願いします。ではスペシャルギフトとランキングを読みます。パンダラモンスターさん、デブニャン、パッチさん、ジェオタさん、パッチさん、ひとりごとさん、コココさん、佐藤沢さん、いっぱい来てた、ザンボラさん、マリモさん、ヨッキュン、ゴリポン、アキラさん、ユッキュー、ジェヨトさん、アポーさん、ケンヨンパチさん、シャン君、ひとりごとさん、アーツさん、ヒデさん、ありがとうございます。ひらつぐさん、ケンヨンパチさん、デブニャン、ジェヨトさん、ユッキュー、ありがとうございます。ソニーさん、ありがとうございます。おジェラちゃんもありがとう。ひとりごとさん、ありがとうございました。ランキングは13位ひとりごとさん、12位ケンヨンパチさん、11位スーさん、10位モンタさん、9位 AD さん、8位ビッグエビさん、7位パンジャラモンスターさん、6位ジェラちゃん、5位アーツさん、4位ヒデさん、3位アヤさん、2位ゴリポン、1位はドルルルン、ユッキュンです。ありがとうございました。イエーイイエーイ、ありがとうございました。たくさんの初めましての皆さんもありがとうございます。よかったらルームフォローして帰ってください。ありがとうございました。イエーイ、めちゃくちゃ楽しかったです。1時間だから、2時間40分ぐらいめちゃくちゃずっと歌ってた。公演よりも長く歌ってました、一人で。本当に全部見てくださった皆さんありがとうございました。イエーイ。ありがとうございます。おー、14,300人の皆さんもありがとうございました。月1 土日とかでね、お昼に配信できる時で、暇な時があったらまたやります。楽しかった、ワンマンライブ。それではアリサの前座が長引いたんですけど、5時からの山本さやかさん卒業公演お楽しみください。バイチャラポー。アリサも見まーす。5時から9時までお楽しみください。バイビーバイバーイ。目撃者になりましょう。それでは前座アリンコカーニバル前座ありがとうございました。バイバーイ、またねー。楽しかったー。